はい、皆さんこんにちは、カブじいさんです。これからのよく行く河川敷の公園でデイキャンプをねしてみようと思います。はい、今高尾桜公園の横通ってます。先日は池がね凍ってましたけど、今日今見たところでは池は凍ってませんでしたので、この前よりはもしかすると暖かいのかななんていう状況であります。はい、今年初荒川渡りですね。渡ってます。雪は全然ないですね。はい、ここね最高です。あ、こう来ましたので、ね、準備しようよ。大変お気に入りのベルトです。これね一発で捕獲できるんです。すごい便利なんですよね。ケース名前忘れました。次が、リバウアーのブランケット とスームルームのウレタンフォームですね。でこれがピクニック座布団ってすごい優れものです。はい、ではエンジンをかけてみます。エンジンかけました。ではね、タイマーをスタート。はい、では計測を開始します。この新しい方ねのチェッカーで反応を見たいと思います。はい、エンジンスタート。
はい、まあね、あのテントの幕内に入りました。でこれはあのバンドクのソロ TP1 というテントで、今あの TP 型のテントですね。で春夏秋用モデルなので、テントのこのフライシートの下側っていうのは地面に設置してなくて、スカートがないんですね。だから空気が入ってきます。あと幕の一番上、頂点部分にはベンチレーションが2つあってですね、今換気も十分取れてる状態なので、まあ、一酸化炭素中毒っていうのは発生しにくい状況だと思いますが、この中でですね、コールマンのヒートアタッチメントを使ってですね、新旧の一酸化炭素チェッカーを比較してみようと思います。この古い方のチェッカーですね、これテントの頂上付近ですかね、計測してみたいと思います。はい、今バーナー着火します。コールマンのヒーターアタッチメントですね。はい、今点火しました。スタート、真冬なんですけれども、外気温は11度 C ぐらいでした。幕内は今15度 C ぐらいです。まあ、かなりあったかいですね。ちょっとクラクラします。今70秒経過、まだアラームは発報してませんね。はい、はい、間もなく2分ですね。ご覧の通り隙間だらけですので、まあ換気は十分なんじゃないかと思います。はい、3分経過しました。相当暑いんですけど、まあ、レベル的には低いんですかね。はい、あ、じゃあ一回テストを終了します。幕内換気します。はい、あ、暑いでした。ちょっとね、換気します。はあ、同じ場所に、あ、あれ？いきなりセンスし。Thank you.